はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日は休日入ったんでやっていきましょう。アナザーセンチュリーズエピソード3ザファイナル、第25回ですね。前回はエウレカ救出というミッションの方終わりました。今回は、アクシズ阻止の方、やっていきたいと思います。まあ、逆者の話になっていくという感じですかね。はい、というわけで、まあ、残す敵もあとわずかだと思うんで、まあ、残り数回だとは思いますけど、とりあえず、クリアまで頑張りたいと思います。それではスタートです。諸君、よく戻ってきてくれたな。すぐに状況を説明しないとなるまい。ネオジオンの手により決行されたフィフスルナ落下作戦の失敗、火星の後継者と旧ギガノスの解体、これらにより不利な状況になったネオジオンは地球連邦政府との和平交渉を進めていた。だがそれらは全てシャアの策略に過ぎなかった。地球連邦より武装解除と引き換えに譲渡されたアクシズを地球に落とすこと、それがネオジオンのシャア・アズナブルの真の目的だったのだ。アクシズはすでに加速を始め地球への落下軌道に入っている。核兵器も積まれているとの情報もある。このアクシズ落としが現実となった場合、地球の被害は計り知れない。核の冬が訪れ、地球は人の暮らせぬ土地となってしまうだろう。これより我々は持ち得る限りの力を尽くし、アクシズの落下阻止作戦を行う。当然敵の抵抗は激しいだろう。まさしく正念場だ。だがやるしかない。死力を尽くすつもりで望んでほしい。作戦を説明します。私たちはアクシズまで接近して、アクシズ内部に爆弾を設置、破壊を行う予定です。作戦中域に展開するターゲットを全て撃破し、突破口を開いてください。今回の戦いは連邦軍が総結集した戦いになります。周辺では連邦軍がすでに交戦中のため、のんびりしていられません。連邦軍全体の損害率が拡大すると戦線が維持できず、作戦失敗となります。友軍の状況を随時知らせるので、被害が出過ぎないよう注意してください。今回母艦は前線に出ずに後方援護に当たります。思いっきり戦っちゃってください。それではよろしくお願いします。さあそれでは編成の方決まりました。今回はこちらの3機でいきましょう。ニューガンダム、ドミネーター、ジエンドの3機です。少し前にドミネーターの、あとジエンドか、この2機の連携技が見られなかったってのがあったんで、まあ、今回は、まあ、見ていこうかなと思います。はい、それじゃあスイッチしましょう。ここでアクシズを止めなきゃ、地球にいるみんなが。ああ、リンダや俺の母さんだって地球にいるんだ。地球の避難状況はどうなっているんですか？残念ですが、地球を脱出できたのは政治特権でシャトルを利用できた一部の高官たちだけだそうです。クソ、お偉方ってのはいっつもこうだ。家族や仲間たちを守るためか、なおさら負けられなくなったな。どうしたバレル？すみません、なんか手が震えちゃって。クソ、こんなの初めてだ。無理もない、これだけの作戦だ。だが君一人が気負うことはない。アムロさん、俺たちは仲間だ。全員でこの事態を切り抜けるんだ。わかりました。どう、落ち着いた？ああ、ビビってる場合じゃない。俺たちがやらなきゃいけないんだ。シャアって男はどうしてこんな作戦を？シャアはかつて父を暗殺したザビ家を打倒するためジオンで戦った。同時に宇宙を支配する連邦に対して不信感を抱くようになっていったんだ。
つまり単なるわがままな野郎ってわけか。奴は人類の覚醒を望んでいる。そのためにはアクシズを落とすことなど何とも思っていないんだ。彼もまたニュータイプという言葉に縛られている者の一人ということか。ああ、やつとは決着をつけないとならない。ガンダム、行きます。時間がないわ、急ぎましょう。とはいえかなりヤバい状況だな。やるしかねえだろ。はい、私たちならやれます。あんなものを二度と落とさせるわけにはいかない。おい、何か来るぞ。マイオプラート。さあ、マイオも参戦ってことは、まあ今回仮に敵対したとしても出撃した各機は敵艦隊を相当するんだ。連邦の遊軍艦が全滅する前に突破するぞ。全機総力を尽くしてくれ。戦艦多いな敵の方。体中の血が騒ぐだろ。血が騒ぐんだよ。マイオなのか。戦艦もこれで3隻ぐらい落としたかな。私には守るべきものがある。誇り高きギガロスの戦士たちのために、共に戦った仲間たちのために。いや、今さら仲間などという言葉を使う前だが、今は私がシャアに力を貸したのは同胞を救おうとしたからこそ。しかし奴は人の道を踏み外した。そのエゴのために失われるものの大きさを測りきれなかった。私は撃たねばならん。ギガロスの誇りにかけて。よく言ったぜマイオ。さすがにアクシズ落としはマイオも許せんかったってことか。敵の増援、気をつけてください。あと4隻なんて数だ。お、なんかエース級かなんか来たか。私一人で十分。敵も本気だ。数だけじゃない、これまでにない気迫だ。そ、敵強いの来てんじゃん。総力戦ね。ひるんでいる暇はないぞ。俺たちがやらなきゃならないんだ。諦めたらそこで終わりだ。ちょっと何やってんのよ。最後まで希望を捨てるんじゃない。そうよね、私たちが諦めたら終わり。死んでもやってやるさ。守るべきもののために命を懸けるか。無理だ。その意志は見事。敵の増援、気をつけてください。そう、結構倒しても倒しても出てくる。まだ来るか。まずいな、結構味方の被害が大きくなってきてるから。おい、メタルアーマーもいるぜ。相当数のギガノス兵がネオジオンに合流したようだ。あいつら何考えてんだ。いい加減に気づけってんだよ、シャアの本性ってやつにさ。彼らのことは私に任せてもらおう。ネオジオンに身を置くギガノスの戦士たちに告ぐ。私はマイオプラートである。プラート大尉だって。まさか大尉は火星で戦死したって。まずは黙って諸君の前から姿を消したことを許してもらいたい。だがそれは本来の目的に立ち返るために必要なことだったのだ。なぜ我々がネオジオンと協力関係を結んだのか。我々の目的は連邦政府の差別的な待遇に対して抗議行動を行うことだった。その共通の目的があったからこそネオジオンと手を結んだはずだ。しかし
シャアの本当の狙いはこのような人道にもとる行為だった。我らギガロスの民は利用されていただけに過ぎない。ギガロスの諸君、武器を捨てよ。これ以上向こうに付き合う必要はない。つまんないよ。大尉の言う通りだ。俺はもう抜けさせてもらう。俺たちのリーダーはブラート大尉だ。裏切り者のシャアなんかじゃねえ。敵メタルアーマーが戦闘行為を停止し始めました。さあ、マイオが説得してくれたな。なんでこんなに気持ちが悪いの。戦争か、急に。さあ、クエスの方が来たか。なんだこのプレッシャーは。敵意が無邪気すぎる。シャアじゃない。以前のヤクト動画の男でもない。どきなさい。まあまあ動き早いな、クエス機も。あの機体、ファンネルを搭載しているのか。よし、連携技行きます。あ、誰。行け行け。沈め。いただき。これでも。どきなさい。これを耐えられたら褒めてあげる。ま、無理だろうけどね。もう終わり。つまんないの。何さそんなの。大佐のところへは行かせないよ。結構ズタボロだけどな。もう訓練でもいい成績だったって褒めてくれたんだから。大佐はこいつ。クエス、一旦引くぞ。大佐を困らせたいのか。何さ。やったか。いえ、残った半分がそのまま。軌道が変わらない。アクシズを分断させる爆発が強すぎたようです。シャアの手伝いをしたのか。さあ、それではリザルト画面来ました。ポイントはまあさすがに敵の数多かったんですでしたね。クリアタイムダメージの方はね、まあその分ちょっと手こずっちゃったって感じかな。あと連携技ドミネーターとジエンドの方、まあ、今回見れたけどなかなかいい演出でしたね。どんな風に連携するんだと思ってたけど、まあ違和感なくというかいい連携になってたと思います。少し前見たジエンドとニルバーシュの、連携よりはこっちの方が好みかな。あっちの2期連携はね、なんかニルバーシュのレントンの方がなんか主役のような連携技に仕上がってて、まあ、こっちのドミネーターとの連携はどっちかというとジエンドがまあちょっと主役のような動きをした連携技になってましたね。はい、というわけでまあ次回に向けてね、ちょっと話また見ていきましょう。まあ今回ボスはクエスだったんで、次回はギュネーとか、もしくはまあシャアとまとめて3機相手するのか、はい、まあそこら辺も含めてね、ちょっと最後ストーリー見て終わりましょう。全員一旦帰投してください。補給を行い、すぐさまアクシズ後部の破壊作戦に入ります。厳しい連戦ですが、事態は一刻を争います。急いでください。ここまで来たらやるしかない。ええ、シャア、貴様の思い通りにはさせん。さあ、それでは、インターミッション戻りました。インフォメーションの方をご覧ください。ニューガンダムヘビーウェポンシステムとバルゲンカスタムが編入されたということでね、またちょっと連携技新しいの見られるかもしれないね。いやでもな、ニューガンダムのヘビーウェポンシステムどうなんだろう。高くなかったらいいんだけど、ちょっと時間あたりちょっと変化をつけて使ってみたいんだけど。お、使えるわ。ポイントがもうほとんどないけど、はい。というわけで次回はまあちょっとよほど変わったことがない限りはニューガンダムヘビーウェポンシステムでちょっと遊んでみようかなと思います。はい、というわけで次回じゃあアクシズの後部の方を阻止する作戦に出たいと思います。それでは皆さん失礼します。